どうも大之助です。今回もシャドーバースウィンターカップのグランプリ潜っていきたいなと。よっしゃ、やっと寝ます。俺は断りを超えるもの。ネース使ってなかったんですよね。まだ使いたかった。アーツマスターから。こいつなんだ。パラダイムシュート1枚の程度に加える。ジェットパックガンダー加速装置、加速装置、カシムオートマチックメイデン人形。あー、カシムとメイデン人形も強いけどね。やっぱカシムが強いですよ。これはアーティファクトを優先していきたい。アーティファクトを優先していきたい。オーキス人形か。グリーンジェルとアークもいいけどね。いやーけどオーキスも強いし、強い、アークも強い。悩むね。ウーラも強い。これは右手。アーティファクトインパルス。オリビア。アークと名もなき決意。アーク、糸。難しいね。ガンバン。あー、これ色々ガンバンだ。リーゼナも欲しいけど。ローザとアーティファクトスキン。ローザはなあんま強くないんだよ。ユピテル、あ、これは人類に移動させていきたい。アーティファクトを同調させていきたい。シキシキバンバンを組んでいきたい。カラミティモード効かないな。メタトロンとラダミア。ライブカハがいるけど、いやーけど、見たかった。ということで、最強格のネメシス。人形もアーティファクトもバランスよく取ってるって感じか。アーティファクトちょっと少ないな。思ったより。まあいいでしょ。とりあえず、バンシキを超えたものもあるから、コスト5以上のカードバンバン使ってって、あとずっとパックガンナーとか、グラの人もいるし。まあ、ぼちぼちやっていきます。普通にやったら勝てるでしょ。ネメシスだから、なぜなら。いやー、さっきね、ネクロマンサー使って3連勝したけど、そこから2連敗して、ね、悔しかったな。伊達政宗。懐かしい。エンハンス7で、ゴーゴー突進必殺だったね。これ当時めっちゃ強かったけど、今だとめちゃくちゃ弱いよね。だって、進化した、強化された伊達政宗2種類も、そこそこの強さになっちゃってるから、ね、2コス突進、ダメージ受けないとかでも。対戦相手まだすか。若い人たちはね、もう全然俺含めね、全然もう待ち時間とかイライラしちゃうような。タイムアウトした。何、おいおい、マジかよ。スピードアップしていきましょうか。さすがにさっきのマッチ負けたみたいなことにならないよね。正解か。いくぞ。使ってみてどれぐらい強いのか体験してみようじゃないか。やったるぞ。さすがにマッチングしないなんてそんな仮想状態じゃないよね。こんなもう7年ぐらいこのゲーム続いてるんだから、それぐらいユーザー数が多いってことです。マッチングした。ちょっとボコってやりましょう。ドラゴンなんかがね、ネメシスなんかに指導展開発動。吐息がいてつき、心が凍る。メタトロンは弱い。スピネね、スピネ。これ6コスで使いたい。だけどアーティファクトの数を稼いでおきたいっていうのもある。多分にある。ドローできることを信じて使うか。逃がさないで。よろしくな。強いから撃たれるみたいな。やっけどな。お礼をあげる。ドラミア。リストは置いておこう。アクセス承認。レディーゴー。普通のアクセスはやられ
たらその分デッキを掘り進めてくれる。いやーけどなー、リージュな1枚欲しかったっていうのもあるけど。お作られし者、僕が救う。開始、思い出のパーツにどうぞ。もうアーティファクトたちを始末して、アーティファクトスキャンを使ってデッキをどんどん掘り進めていこう。誘導落土を牽引する。わっさい向きのやつが出てきたじゃん。光学起動開始。お、バーミリア、どうしようかな。生まれた理由知らない女を出そうかな。いや、けど光学起動開始。竜の落土をアーティファクトスキャンは今使うべきか否か。生まれた理由見てください。前アシカ・ラタもう正されよ。使ったのに行くのか。だけどもう使っちゃえ。で、アンド。ここは幽玄、わらわの縄張り。スーロンさん、夏よ、痛い。眠れる竜は起こすなと言った。目障りじゃ。かもしれん。ルナー古い上がるから。お、ティシポネとかアレイクと、メガイラ、8個捨て使うか。多分使わないよな。だから逃しはしないさ。カードをたくさん出して行くぞ。とかつま言われてもさ、好きなアーティファクトになんかいいカードを釣ることがしたい。デリエンジェル取っておくべきだったか。アーク取っておく、いやけど高校有利だからな。高校を引かないと使えないカードだからな。難しいところだ。正常態じゃない状態ですか。さようなら。お、これはもうおいって言ったという神からのお告げじゃないか。行こうか。愛も憎しみも私の一部。ここからだ。で、相手の顔面を詰める三段も立てつつ、次は復興の儀式、リビアンドシルビアで、あともう一枚なんか欲しいね。やっぱ最初に好きなのアーティファクト出しておいて正解だったな。ガンガン切ってって正解だったな。で、終盤になったら、あの番式を超えたものが失踪してくれたろ。いいね。とりあえず、そのリーシェナの能力は強いけど、あいつ準備に時間かかるからな。ってことを考えたら、要は頭突きのど付き合い。いやーけどどうにかなる。白銀が集う。ドローしたとか。お前の頭欲しいな。あと4コスで、伊達政宗がいたら処理できるだろうけど。
き銀色。ご覧なさい。上に参ります。処理できないね。処理できないということはオリビエで果てなき翼、断崖の刃、これで終わらせる。じゃあ道たがえども我らの意志を。答えはなくて私が解ける。バスでいました。分かった。なぜでしょう。相手序盤終わったようだ。あんま動かなかったかな。運が良かったっていうのもあるし、いやちょっとドローカードが少ない。なんだっけ、無常の侵食クーデンキープしてきたな。戦闘だろうが攻撃だろうが体にの進歩を加えるカードだったり、ブルーエンジェルを取らなかったのは、あとアークを一切選ばなかったのはちょっと悔しいというか。ドラゴン、はい、ドラゴン指導展開発動。クンクン敵だ。ターゲット捕捉。暗式生命の培養はジェットパックランナーか。もっと効果的ですけどな。よろしくね。あースロース。バーミディア、いいじゃん。バーミディアです。お亡くなりにさせよう。無常の侵食って大きなことだ。ジャスパー EP をスターミン進化か。なるほどな。ジャスパーでそれか運命の判断。運命の反逆で加えたカードを、雑魚カードをバーミディアでお亡くなりにさせる。諦めはしないぞ。お、願いだ、強いぞ。僕は銃の声を聞く。積み出して参加の予感。
出しとくか。では運命の時です。爆弾も行くんだろう。ダイヤさんとか出してくれます。こうなったらメガイダ増えたみたいって言ったりします。渦巻け大会怒りのごとく。渦巻け。お、降りてきた。なったらこれスピンいいじゃん。収納スピードに使うか、ジェットパックガンナーで顔面詰めて、1ダメージだわ。メガイダじゃなくて、じゃあまあ、スピンでいい。対象人類、全部壊せた。突進エルンだからプロテクトアーティファクトで使って で次にジェットパックガンナーで3回攻撃して、スタートパッドを合わせてもあと1足りないんだな。ジェットパックガンナーで、ここは有限、わらわの縄張り、メザーチバンバーン。眠れる竜は起こすなと言った。なんで相手テレビ使わないの。かすみ意地があんのさ。普通にな、ここからだ。慣れねえ加速だ。死と攻めるか、死と攻めるか。尾びれに触るわ。死と攻めるか。優しくないなら痛っ。で、あとは2か。だからもう願いだ。8で、そうじゃない場合はちょっとオリビア&シルビアとカシンで様子見よう。何を出す。金閣院1個で全部処理して回復できるかな。果てなき翼、断罪の刃、ガンガン攻撃。道たがえども、我らの意志を。スピードをする。回復をしないで。6ダメージ与えてくれるから4までだったら回復。傷だらけの伝説に抱擁を。いやー、これで6まで回復されるか。6までならいい。断層の加護。それ以上回復しないで。ピアノとまでのこと出さないで。遊んでやるよ。しまいだよ。はい、お疲れ。よっしゃ、ミガイラこれ6ダメージだよな。ほら、おかせし近畿に撃滅を。またいずれ。スイング破損。やばやば。いや、まさかここで加えたメガイロが役に立つと思う。終わったようだな。じゃあドラゴンに相対して2勝目しましたね。いや、しかも手札が細いな。手札不足がいないな。やっぱ無常の侵食と、うん、無常の進捗か、無常の進捗のアンライザー。2ショップ、2ショップはそのストーリー、それやだな。指導展開、発動。そろそろ殺しちゃおうかな。無常の進捗来たじゃん、睡眠の概要。
ワールドオフィス。よろしくね。はじめまして。私はイリア。始めます。残す。非常の侵食。どこだとそんなに良かったか。いいじゃん。ダークパクトが破壊されてなければ運命の変革。福音を。これより先一切の希望を断つ。諦めはしないぞ。初めから何も。アレクトか。弱いね。アレクトが一番欲しくなかったね。まあこれは想像とか、あのバーミディアの生贄に祝福よ。やっちゃえ。ありがとう。お前を逃がさない。行くぞ。ここはもう闇の底。諦めて。ファイザーパクトは置いておくか。マスター弱者の叫びに鉄火で報いる。果てなき翼、断罪の刃。これで終わらせる。道たがえども我らの意志を。僕が救おう。歯車を回そう。スロース。そこか。
うかつね払われました。では運命の時です。他人は不幸。お気の毒様。次のはどうしようかな。勝負はこれから。そうでしょ。弱者の叫びに鉄火で報いる。さっさかやるよ。マウンテンドール。マウンテンドール。進化。神器の移動で処理。我、どでかくて超強い。行くぞ。指示あると何すりゃいい？払われました。弱者の叫びに鉄火で報いる。引き継ぎ。このターンに大きさを出すか否かだけど、まあ、一旦で一旦で2番に入れてくる。払われました。ペッパーミリアでレッドを処理して生まれた理由知らない。お任せし金アクセス承認。レディーゴー。殲滅コード認証。ここからだ。耐震兵器展開。光学起動開始。しくじった。超有能。相手のスプリングを出して相手のバリアを解いていったらもう一体バリアがさアルファクトを用意できたの。そう、ゲームが来ただこれがエンドレスワールドオークス。最終進行形を出してちまちませずにドーンと行くぜ。私は誰にも負けたりしない。全然されちゃった。外さないぜ。
聞こえた剣術。を認めよう。結構してたのにな。ネメスなのに負けちゃった。ビショップごときに。悔しい。悔しいな。どこ見せたかな。手だが細いんだよ。アレクト表面状態でアレクトトヨタがあぶれちゃったからイワンがなくなっイワンじゃないわカシムがいなくなったオートマッチックメイデンが直接召喚できなかった直接召喚できなかったから指導展開発動次回ネクロマンサーパパママルナを守ってね倒していくぞオリビエは返すすごいいいじゃんおはつらいみたいな声だよろしくねよろしくねいいじゃん思い出のパーツにどうぞ新人バーチャルユーチューバー壊さないように気をつけるよつけるよ
作られし者、僕が救おう。歯車を回そう。見てください、出力を上げろ。アーティファクトを戻してもなんかメカニカルガンダーってある。私はガラクタじゃないです。隠しないと。見てください、ファイドアリ。歯車を回そう。希望に満ちた明日のために行くぞ。お、悲劇はもう二度とない。マジか、前サンラート。バースパッチに行ったけど、そうそうそう、シノモン通り、おいでませ。イカスぜ、ホネホネスタイル。口が決して、まだ道は半ばだ。おっと、本日もう一方。サービス。前サンラート。オレンジファッション。リビでいるから、あ、進化しておくよかったな。このアナライザーってバカ、俺のバカ。しこと聖なり、その意味ここに。ソウルマナー、ソウルマナー。ルナって遊ぼう。死に立つ務め、聖なりソウルマナー。おいでませ。人類全部壊せ。殲滅コード、殲滅コード、認
燃焼。ここからだ。耐震兵器展開。お返しを。その魂をかけよ。気づけ。お疲れ様でした。相手に吸ったでしょ。壊さないように気をつけるよ。スケルトンルイダーを当てるしかない。嬉しい。これで終わらせる。庇護対象を検知。痛い。4以上なら近接命中。うん、ウルダマス。優しくないなら神らしいだろう。痛い。位置よりつくも束ねてここに。どうでもいい。となったらちゃんと取り出てよかったな。防衛実行。勇気騒いだ。オリビエ&スペリアとか。果てなき翼、断崖の刃。行くぞ。道たがえども、我らの意志を。では運命の時です。他人はもう増産ならば任せてくれ。痛い。アーティファクトスキャン、これちょっとまだまだ今使うよ。コストゼロになったから。お気の毒さ。どうせよ、横で仕事の運転通り出して、運転通り出してオークスに備えておくんじゃなかったか。ルナね、もう寂しいだけじゃないよ。争いの火だがらだ。カリトル、見せてあげる。ひどいこと嫌だもん。テネクロコンプテーションで翼ある限り。私は一人。撃鉄を起こそう。およそは分かった。俺はもうアクセス承認。レディーゴー。殲滅コード認証。ここからだ。耐震兵器展開。お、光学起動開始。負けちゃったけど、楽しかったね。人形をうまく織り交ぜて、てかアーティファクトメインか。さあ、バスケットで終わったようだ。なんか、万式を超えたものも一切効かないんだけど。
確率に戻したね。また引いたし、ね、さあ5戦目勝ってやろう。ヴァンパイアとかできたの。ドラゴン来た。ちょっと待って、指導展開発動。五色絢爛万華の鳳凰。よろしくな。図が高い。思い出のパーツにどうぞ。開く召喚の門よ。ならば任せてくれ。見てください。とはいえ相手の PP ブーストが一番強いだけだけど、スタワードカードばっかだ。この場に雑魚は不要。その処理は。ああ、手でやると手だけど。惜しいな。作られし者、僕が救おう。歯車を回そう。飽きた、帰るわ。行くぞ。君の羽で命を前へ前へ。サンラート。ちょっと待って、落ち着いて、次のターンをどうにかしのいで。この地に浄化を。帰ってます。悲しいね。加速装置があるんだから。おっ、でもジェットパックガンナーお亡くなりにするか。普通でも立派にな。高速がない。
ヘンリー&シルビアが欲しいな。とか、あいつの人形系のカード。リズムちゃんか。もっと敬うべきですか。ここで言い過ぎた。あ、ドラゴンカード。恐れないわ。これはオークスで、愛も憎しみも私の一部。これで終わらせる。命ある限り私は許す。答えはなくても、そう、全然僕タイミングが悪かったな。まだ置いとったらよかった。世界のカルガンナ開け、召喚の門よ。ここは幽玄、わらわの縄張り。目障りじゃ。恐れないわ。偉大にして言うわ。眠れる竜は起こすなと言った。遊んでやるよ。しまいだよ。いやー、攻撃が強くなっちゃった。お5体1体以上ならば失踪。ちょっと断食を超えたままだ我慢していいですか。激突を起こそう。アクセス承認、レディーゴー。アクセス承認、レディーゴー。高額起動開始。オビレに触るわ。なるほど、あなたたち殲滅コード認証。行くぞ。耐震兵器展開。光学起動開始。先に行きます。大型モンスターが来たら番式を超えたもの。この地に浄化を。超えたもので始末したいけど、警備不良か。これ相手の盤面処理できないでしょ。清き銀色ご覧なさい。満足したものチッチッ。いやいや、あ、なるほど。進化権ないしな。大大にシステム。こいつは0個。傷だらけの伝説に包容を。よかった。EP 3つは消費してないか。清き銀色。ご覧なさい。ないよ。エッジアートファクト2体で体力めっちゃ回復しよう。上に参ります。遊んでやるよ。下に参ります。
と2コスでこれどうにかできないっすよ。メランコリーアクアドロップ。だな。お、万式を超えるものが最後の最後に一人だった。活躍しましたね。4回勝ちました。終わったようだね。やったぜ。いや強かった。いやネメスいいね。使い勝手がいい方が多い。相性がいいし。ということでこんな感じでした。今回は以上。バイバイ。